ベスラン・ムドラノフは、ロシアのカバルダ・バルカル共和国出身の柔道家。階級は6 0ラム級。身長1 6 6トル。柔道は13歳の時に始めた。一方で、サンボにも取り組んでいたが、2008年からは柔道に専念することとなった。2010年の世界選手権では3位決定戦で、日本の平岡匠の背負い投げで敗れて5位だった。 2011年のワールドマスターズでは3位となった。2012年にはワールドマスターズで昨年に続いて3位になるとヨーロッパ選手権では優勝を果たしたが国内のこの階級にはより活躍していたアルセンガルスちゃんがいたためにロンドンオリンピック代表にはなれなかった。2014年にはヨーロッパ選手権で2度目の優勝を飾った。地元ロシアで開催された。 世界選手権では準決勝で世界チャンピオンの高藤直久に指導1で破るも決勝ではモンゴルのガンバットボルドバータルに指導2で破れて2位だった2016年のリオデジャネイロオリンピックでは決勝で世界チャンピオンであるカザフスタンのエルドススメトフを GS に入ってから技ありで破り金メダルを獲得した世界ランキングは6 0級は705ポイント 獲得で58位、66kg 級は262ポイント、獲得で132位。ありがとうございます。